ニュースイッチ編集部が選んだ今月の知っておきたいキーワードを紹介します。サーキュラーエコノミーとは、経済システムに投入した原材料や製品ができる限り高い価格を維持したまま循環し続けることを指す経済モデルです。原材料調達や製品サービス設計の段階から資源の回収や再利用を前提とし、また長期利用を促すことで地球資源の負荷を軽減していきます。スチュワードシップコードは、機関投資家のあるべき姿や行動を示した指針のことです。責任ある機関投資家の諸原則とも呼ばれます。リーマンショックの反省からイギリスが策定を始めたものです。日本版は2014年に金融庁が策定、その後2回の改定を経て、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るための8原則を定めています。多くの機関投資家が同コードの受け入れを表明しています。 ROIC とは、ROIC とも呼ばれ、企業全体の収益性を示す指標です。自己資本や有利子負債など、企業が事業活動のために投じた資金をどれだけ効率的に利益へ結びつけているか知ることができます。税引き後、営業利益率を投下資本で割ることで算出できます。副業とは、主な収入を得る本業とは別の職業を持つことです。他企業への勤務のほか、パートやアルバイトの掛け持ち投資で収入を得ることも含みます。厚生労働省が2018年1月にモデル就業規則を改定し、許可なく他の会社などの業務に従事しないことという規定が廃され、労働者は勤務時間外において他の会社などの業務に従事できることになりました。さらに2020年9月のガイドライン改定などで、企業と従業員の双方が安心して副業できるルールが明確化されています。